ここは塔の外に出たみたいね。おいシルク。うん、間違いない。ここが僕の見た場所だ。メリアか。父上。でけえ。まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族、ヒソはこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。我はここでそなたを待っていた。そうだ、鬼神界に降するため神の剣としてはるか昔に我が作ったものだ。だけどなんでこんな残酷な目に。モナドとはこの世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣、舌をしたのだよ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか、こんなちっさい剣で。その姿形は幻影、使う者の意志一つでモナドの姿はいかようにも変化する。要はそのうちにあるもの、その力のハイエンターによって我は封じられた。バカな、始祖たちがそのような理由で。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。特定のもの。そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵、顔つきを生み出したのだよ。チッ、うぜえものを押し込みやがって。力の中心だ。あいつらは、そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ、見つけたぜ。どんだけ防備を固めたところでこいつは防ぐまいな。あザンザさんとやらいいよ。我をこの枷から解放するがよい。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。断てぬものはただ神のみ。
よせ、シルク。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ、こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろう。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。僕は菅は名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやられちゃ面倒なんでな。槍に来たらお前らがいたってわけよなあ。白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくる。お前は何者だ。そして何を。ザンザ、ここに。騎士兵、お前たちを許さない。待ちなさい。あなた方と戦うつもりは。お前たち、フィオルンを、フィオルンを返せ。調子に乗んじゃねえって言ったろうがよ、クズ。シルク、弱い、弱すぎるぜ。ダンバン、小娘が。メディア、ほんとモナドがねえと弱えよな、てめえらは。ダンバンさんよ。貴様、何者だ。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。いや、まさかそんなはずは。ダンバン、やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねや。何、やらせはせぬぞ、騎士兵。陛下。ふざけんじゃねえぜ、クソじじいが。メリア、そうよ、このたった一刺しでさ、
弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕はまたモナドを継ぎし者よ。ている。カセはそれを振るう者の意志。振るうがよい、そなたの意のままに。倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、鬼神だけの存在じゃない。その形が…いけません。その力に身を委ねては。シルク、その力だ。存分に力を振るうがよい、シュルクよ。これがあなたの望んだ通りの結果ですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。人、
人間？まさか。フィオル？生きていたのか。目的は果たしました。祈祷します。ち、命拾いしたな、ダンバン。だが次こそとどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル、間に合わなかった。見えていたのに。これを忘れなければ資格など後からついてくる。だが忘れるな。余はそなたが希望だから愛したのではない。愛した者に希望となって欲しかったのだ。シュルク、私は公主とか希望とかそんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。そうだな、それが私のなすべきことなら。芝居がうまいね、ザンザ。すべては世界のため。役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。嵐は近い。